ワイルドスピードは2001年公開のアメリカ映画ロサンゼルスを舞台にドラッグレースに熱中するストリートレーサーたちを題材としたカーアクション映画である当時のアメリカのストリートレース文化にのっとりスポーツコンパクトと呼ばれるカテゴリーの日本車が数多く登場する2007年2月15日に HDDVD 版2009年9月18日に ブルーレイディスク版を発売。ブルーレイ版は本編の他にメイキングや未公開シーン、ミュージックビデオなどの特典映像を収録。アメリカ・ロサンゼルス。高額貨物を乗せた輸送トラックが夜間にホンダシベッククーペの改造車の集団の襲撃を受ける事件が多発していた。車好きの青年、ブライアン・スピルナーは愛車である三菱。 エクリプスの改造者のパワー不足に悩み、彼自身が働いているショップのオーナーであるハリーに、ノスをねだるも、素人技術では暴発しかねないと釘を刺されてしまう。ブライアンは、行きつけのカフェで働くミアとレッドに好意を寄せており、いつもと同じようにカフェで、ミアに声をかけていたところ、同じく彼女に好意を寄せるビンスと喧嘩になり、仲裁に入ったビンスの仲間で、 ミアの兄ドミニクトレットから警告を受けてしまう。その日の夜、ブライアンは大金をかけたストリートレースでドミニクに勝負を挑むも、まっすぐ走らせるにも難儀し、ノスを噴射して一時は、高位置につくが、エンジンブローを起こしてしまう。それでもガッツを見せたことで周囲から認められたブライアンであったが、その直後警察が現れる S 会場は、混乱に陥る。 混乱の最中窮地に陥るドミニクを助け出した、ブライアンは知らず知らずのうちに敵対している、中国系ギャングであるジョニー・トランの縄張りに入ってしまい、銃撃によってエクリプスが炎上、爆発させられてしまう。砂漠でのレース、レースーを決着の場とする約束を取り付け、なんとか危機を脱する二人。ドミニクは逃げ遅れた仲間の危機を救出しようとせずに、 ランチキ騒ぎを続けている仲間と違い自分も捕まる。覚悟で助けに向かったブライアンに対して敬意を示すこととなる。翌日、ブライアンは警察に路上で職務質問の末に拘束される。輸送トラック襲撃事件の捜査本部に連行された。ブライアンは上層部からはトラックの運転手が自衛手段の強化を図っていること、ドミニクがかつてレンチで人を殴った前科があることを 聞かされる。ブライアンの正体は潜入捜査のためにドミニクらに接触したおとり捜査官、ブライアン・オコナーだったのだ。その後もドミニクへの接触を続けるブライアンであったが、トヨタスープラの改造などを通して友人としての関係を深めていき、さらには、ミアとの仲もミアのアキュラインテグラでデートする当徐々に親密となっていった。ある日、ブライアンは、 ハリーの店に入った注文が襲撃事件に用いられたものと合致することに気づき、その夜、顧客情報から得た手がかりをもとに注文者のガレージに忍び込むが脱出したところでビンスに混沌させられ、ドミニクに警官かと問いただされる。レースを参戦にあたって多勢力の車両を調べて回っていたとごまかした、ブライアンはドミニクらとトモトランのガレージに忍び込むことになるが、 そこで、トラック襲撃の被害品を見つけるとともに、トラン一味の残虐な拷問を目の当たりにすることとなる。その目撃情報を、ブライアンから伝えられた上層部は、トラン一味の謙虚に踏み切ろうとするも、ブライアンは、情報の不確定性を訴える。しかし、かつてドミニクが、レンチで殴りつけた男の写真を見せた上司はドミニクに、自制心があるとは思えないとして、 ブライアンの訴えに耳を貸さない。一方、ブライアンへの信頼を深めたドミニクは、父親の形見である、ダッチチャージャーを見せ、ストックカーレースに参戦していた父親が同社で事故を起こし焼死したこと、事故死の原因である相手をその気はなかったもののレンチで殴りつけてしまったことで、プロのレースに参加する資格を失ったこと、04が生きがいでその間だけは、 他のことを忘れ自由でいられることなどを語るのであった。その夜、ブライアンは、ミアとのデートに出かける中で上層部から、トラン一味の検挙の連絡を受け、翌日一味は次々と検挙される。しかし、捜査を進めると、ガレージにあった物品は、正規ルートで入手したものだとわかり、一味は保釈されさらに上層部は、早が点で動いた責任をブライアンに押し付けてしまう。 ブライアンは数日以内に、ま、犯人を突き止めるという無理難題を突きつけられる。やがて、スープラの改造を完了させたブライアンは、ドミニクからレース王への参加を提案され実際に、ドミニクの仲間として参加する。レースが進む中、同じく、ドミニクの仲間であるジェシーが、父親のフォルクスワーゲンジェッタをかけて取らんと、勝負することになってしまう。 あえなく敗北し恐れをなして逃げてしまったジェシーに、対して、トランはジェッタを取り返すことを要求するとともに、警察に通報したのは、ドミニクだとの思い込みから口論になり、二人は、とっくみ合いとなる。その夜、ドミニクとミアが言い争うのを見かけたブライアンはミアに、自分が警官であることを白状した上で、ミアへの思いは本当であること、トラックの運転手が自衛を強化し始めたことで、 ドミニクたちの立場が危うくなることを告げて、協力を仰ぐのだった。レティラが不安を抱く中で、ドミニクらによる襲撃が実行に移されるも、ショットガンを手にしたトラックの運転手の抵抗によって、レティの登場する車両が横転、ビンスの腕にワイヤーが絡まって、生命の危機に陥ってしまう。ミアと共に、ブライアンが現場に到着して、ビンスを救出するが、 ドクターヘイリーを養成する際に思わず、本名を名乗ってしまったことで警官であることがバレた、ブライアンはドミニクから距離を置かれてしまうこととなる。ロサンゼルスに戻ったブライアンは、整備を終えたチャージャーを持ち出して、ジェシーを探しに行こうとするドミニクと、一触即発となる。そこへ不意に戻ってきたジェシーだったが、直後に現れた、トラン一味の襲撃により被弾してしまう。ブライアン、 ドミニクの二人は連携プレーでトラン一味を追い、やがてブライアンの発砲でトランが倒れたことで抗争は終了する。そのままチャージャーを狩るドミニクだったが、ブライアンがそれに追いつく。やがておもむろに信号で停止したドミニクは、ここは高校生の頃にドラッグレースを行った通りだと語るのであった。信号が青になった瞬間、レースがスタートする。互いに一歩も譲らず、 同時に踏切を越えた二人だったが、その直後に現れたトレーラーに、ドミニクのチャージャーがぶつかり大破。遠くに警察のサイレンが響く中、車を失い観念した表情を浮かべるドミニクに、対し、ブライアンは職務よりも友情を優先し自らのスープラのキーを渡すので、あった。その後、バハカリフォルニア州にて、シボレーシェーベルを狩るドミニクの姿があった。 主人公とその仲間たちの乗る車両のバイナルグラフィックスはモータースポーツ関連用品のグラフィックデザイナーとして巧妙なアメリカ人トロイリー氏とモダンイメージがデザインを手掛け後に市販された。日本公開版ではダボのレクサスグッチが採用されている。ありがとうございます。